こんにちは、ガスマスクです。今日はですね、ガチャを回していきたいと思います。で今日から、フロイドさんですね、オクタビネル寮のフロイドさんが、ピックアップガチャで登場するということで、こちらですね。最初がリドルス君で、で2人目の SSR ピックアップが、レオナさんだったんですけど、だからね、2人連続で流暢だったから、じゃあ3人目はアズールさんかなとか思ってたんですけど、まさかの流暢を押しのけてのフロイドさんがピックアップということで、で今ねすごいねフロイドさん人気ですね。で優勝が294個あります。どうしようかな、1回ずつ回すか10枚回すか、あでもどうしよう、1回限定だからまず1回回してから10連を回していこう。いきますよ、よいしょ。汝の魂の形を見せよ。ジャミルさんでした、ね、慎重に正確に、そうすれば失敗なんかしようがない。なんかジャミルさん頼れるお兄さんって感じ。よし、じゃあやっていくぞ、レッツゴー。闇の鏡に導かれし者よ。トリーさん、これじゃあるばっか。そんなに俺の耳が珍しいか。ジロジロ見てんじゃねえよ。すいません。こう見えて運動は得意なんだよ。追いかけっこをしてみるかい？ぜひ捕まえていただきたいです。こういうのは得意な方なんだ。まあそんなに不安がらず俺に任せてみろ。細かい作業は苦手なんだが、そうも言ってられねえか。フロイドさん。闇の鏡に導かれし者よ。多分フロイドさん赤と緑だから、多分赤か緑じゃないと出てこないんだろうな。
のフロイドさんじゃないねん。まあ何事もほどほどにだ。張り切りすぎてもいいことはないぞ。嬉しいけど。ナイトレイブンカレッジのルール、俺が教えてやろうか。ああ、教えてほしい。お前の悩み、俺が吹っ飛ばしてやるからさ。実験な、楽しくて好きなんだけど、よく失敗しちまうんだ。よく失敗してそう。はーい、まあ一応 SR のフロイドさん来ましたけど来ましたけど足らないね。はい、もう一回回してくよ。あー、お願いします。いざ導かん、闇の力を秘めし者を。魔法師に必要なのは体力よりも魔力だ。君もそう思わないかい？難しい悩みがある？わあ！俺たちが力になってあげようか？やったー！来ました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 。そんなに怖がらなくていいよ。優しくギューってしてあげる。いやー嬉しい。あ、初イデアさんだ。目立たずひっそり誰にも気づかれず生きていきたい。いや本当イデアさんのキャラいいなって思うんですよね。結果が分かってることってやる気になんない。もっと面白いことしよう。例えば何でしょうか？すごく気になります。なんかいきなりフロイドさんがいっぱい来る。難しい悩みがある？俺たちが力になってあげようか？え、まさかの？嘘！ありがたや、ありがたや。
というわけで、まさかの SSR が2枚スクショしよう記念のスクショしよう。 OK。 いやー嬉しい。あーよかったー、嬉しい。で、レベル上げの材料いっぱい残しといたんで、どこだ？どこだ？どこだ？あれ？あ、いた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 。せっかくなんで上げていこうと思います。50、いくぜー。どう？俺いい感じになった？もう元からいい感じです、大丈夫です、ね、エピソードレベルもね、上げられるだけ上げていこうかなって。まあ2が限界か。 OK。 小エビちゃんと一緒にいると面白いことばっかで飽きないな。これからもいっぱい楽しいことしようね。照れちゃうね、照れちゃうね楽しいことしたい。キモい、自分キモいで、魔法強化、魔法強化、まあせっかくなんでね、ガンガンに強くしていこうと。今魔法を見せる気分じゃねえんだけど、後にしてくんね。すいません意外とね、字がね、字っていうか、なんていうのかな。レベルアップ。今魔法を見せる気分じゃねえんだけど後にしてくんね。こんなもんかな。でもなんかフロイドさんって本当の、なんていうのかな、なんかのんびりした口調の割にはなんていうの、裏がすごくありそうというか、ヤンデレ感すごいですよね。我々の業界ではご褒美です、はいてかなんかフロイドさんに限らずね、結構みんなねヤンデレっぽいよねヤンデレ臭がすごい。あとは、あ、そうだそうだ、ストーリーね。三章はどこまで出たのかな。あ、1個だけなんだ。あ、1個だけじゃない、クリアしないと次の出てこないからねよし、というわけで、今回は、ガチャを引いてみました。無事にね、SSR なんと2枚も出たということでね、素晴らしい限りです。で、今回のこの動画はこれでおしまいです。で、次の動画でね、せっかくなんで3章を動画にしていきたいなと思うので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。3章はオクタビネル寮がメインの話となってるみたいですね。フロイドさんとジェイド君の活躍に期待です。ジェイド君だよねジェイド君だよねってめちゃくちゃ失礼だよね、すいません。あ、いたいたいた、あー、ちょ、モルト君じゃなくてね、あ、いたいた、そうだよね、ジェイド君だよね。というわけで、この動画面白かったり頑張ったと思ったら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた後の動画でお会いしましょう。じゃあねー。